にちは、みそのです。本日は部屋の紹介をしたいと思います。この部屋の配色は白をベースにしたモノトーンで、アクセントカラーとしてピンク色と金色を取り入れています。東京都内のワンルームで29平方メートルの家に住んでいます。まず左手にあるのが無印良品で買ったゴミ箱です。これ容量が30リットルあるんですけど、シュッとしてるし、中の袋も見えないし、値段も2、3円しないくらいだったので、すごいおすすめです。その隣にあるのが IKEA のワゴンで、一番上の台には電子調理器具を置いていて、炊飯器とケトルで、その次に掃除道具を置いてて、コロコロとかファビリーズとか、あとそのストックを置いてます。最初この箱真っ白だったんですけど、このワゴン全体を遠くから見るとあまりに白すぎて病院っぽく見えちゃったので、ちょっと箱の下半分だけ金色に塗ってアクセントにしました。次にここがソファーコーナーで、左のランプと右のサイドテーブル、これどっちも IKEA で買いました。で、真ん中のソファーがローヤっていうサイトで買って、このソファーとランプの黒色と金色のアクセントがマッチするようになってます。このラグはこれも IKEA ですね。もう暑いのでしまおうかなと思います。クッションはクリーマっていうフリマサイトで買いました。2つで3000円くらいで、モダンなデザインなのでソファーが引き締まってかっこよく見えます。このサイドテーブルによくコップを置いてくつろいでます。花瓶と造花はニトリで買いました。インテリアに参考にしている YouTuber の方がおすすめしていたんですけど、すごいリアルで安いのでおすすめです。造花1本300円くらいだったと思います。で、備え付けのクローゼットだとちょっと狭かったので、追加で IKEA のクローゼットも買いました。で、これもともととっても真っ白だったんですけれども、他の家具と合わせて取っ手だけ金色に塗り替えました。中身はまだ入ってません。ベッドはセミダブルサイズです。で、下に収納がついてるので、ここに下着とかパジャマとか靴下とか入れてます。ベッドフレームはネルコっていう通販サイトで買って、その他のマットレスとか布団とかは全部ニトリで買ってます。クッションカバーだけAmazon で2つで1500円ぐらいのやつを買いました。このシャビーなピンク色が落ち着いてていいですね。このベッドとクローゼットの間にある隙間にはヨガマットと、あとストレッチ用のポールを置いています。ここ室内干し用のスペースにもなるので、布団カバーはここで干してます。で、服は浴槽乾燥機で乾かしてます。最後に一番お気に入りのデスクコーナーです。IKEA でデスクを買って、それに金色で自分で塗装したり、あと金色の取っ手をつけてアレンジしました。デスクの上にあまり物を置きたくなくって、このディスプレイ と Google の Nest Hub っていう、スマートスピーカーと、あと、IKEA のいい香りがする、石を置いてます。あと机の上でコードをぐちゃぐちゃさせたくなかったので、100円ショップでコードを止めれるやつを使ってます。で、目の前の壁には自分のお気に入りの写真やウェブから入手した絵を飾ってます。全部 A3 でセブンのネットプリントで1枚20円で印刷したやつです。で、この椅子に関しては確か楽天で5000円ぐらいで買ったやつで、リモートワークのために座ってても疲れないキャスター付き、高さを変えられる椅子を探して買いました。で、このデスクコーナーはちょっと白すぎてシンプルすぎてつまらないので、隣に IKEA で買ったフェイクグリーンの木を置いてます。
120センチと結構大きいんですけど、値段は8000円いかないぐらいだったので、これもおすすめです。で、植木鉢カバーはセメント製なので存在感があってアクセントとして活躍してくれています。はい、以上がルームツアーです。何かコメント等あればぜひお願いします。それではまた会いましょう。